千歳車塚古墳は、京都府亀岡市千歳町千歳車,車塚にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている。6世紀前半の築造と推定され、古墳時代後期としては、丹波地方で最大規模の古墳である。山と飛行の墓とする説がある。亀岡盆地東北部、稲月山から伸びる大地の先端部に築造された古墳である。 これまでに集合部分に関して数字の発掘調査が実施されている。噴径は前方五円形で前方部を北西方に向ける。噴球は3段蓄成。噴球長は現在約82メートルであるが、元は88メートル程度あったと見積もられる。前方部が発達しており、前方部幅が後円部直径を上回るという特徴を有する。 噴球の左首レブには作り出を持つ可能性が指摘される。また他の外部施設として噴球表面には不起意し、埴輪が認められている。噴球周囲には二重の集合が巡らされ、その内内堀の痕跡は現在にも噴球周囲の一段低い平地として認められる。これら噴球と集合は噴球主軸線に対して左右非対称でかつ口述の 形直角型をなすのが本古墳の最大の特徴になる。主体部となる埋葬施設は未調査で明らかではない。この千歳車塚古墳は公園部付近より出土した遠筒派庭から古墳時代後期の6世紀前半頃の築造と推定される。築造当時としては丹波地方で最大規模で近畿地方でも屈指の規模になる。律令成果では 和道6年に分国されるまで、丹波国、丹後国は一つの国であったことから、本古墳の被葬者も丹波、丹後地域を統括する勢力を有したと推測される。また本古墳は、古墳時代中期の伝統的な、片直角型前方公園墳を採用し、同時期の大王墓で、携帯大王間見ささぎとする。本古墳の築造後は、当地で、主長墓は営まれず、本古墳に続く主長墓は、 口丹波の他の地域に移された。古墳域は1970年に亀岡市指定史跡に指定された後、1982年に国の史跡に指定された。現在では毎年春先に野焼きが行われる。なお周辺では古代の岩倉祭司の面影を残す出雲大宮宮宮や丹波国分寺跡、国部アマデラ跡など律令成果の丹波国の中心施設が位置する。 古墳復元図古墳の規模は次の通り。墳球の裾回りは、後世の作兵を受けて高さ数メートルの崖上となっており、この作兵により、墳球の第一弾はほぼ失われたと見られている。上記の括弧内の数値は、円筒波庭の湿度地点に基づいて、墳球第一弾を3メートルほどと仮定した場合の推定復元値。墳形は、 分丘主軸線と前方部前端が直行せず、左右非対称のいびつな前方後円形をなす。加えて、集合も後円部の同心円ではなく、集合の片側側線と前方部正面線が直行する左右非対称型で、いわゆる肩直角型を取る。地理的制約なく、意図的に肩直角型を採用する築造規格は古墳時代中期に多く見られた特徴になる。 これに対して古墳時代後期の大王募及び地方有力市長墓では今白塚古墳のように前方部前端が突出する顕微子型が新しく採用されていた。このことから本古墳をそれら新勢力とは正確をことにする旧勢力の市長墓とする説がある。墳球周囲には二重集合が巡らされる。ただし墳球東側では 急流路の形成によると見られる集合の消滅が認められ、様相はつまびらかでない。集合の外包み西側では、首レブ正面及び前方部北西隅部分に張り出しが認められており、これらは人物埴輪を中心とする埴輪祭祀空間であったと推定されている。なお発掘調査により、千歳車塚古墳周辺は、弥生時代にも貿易であった可能性が指摘される。 新池埴輪製作遺跡発掘調査が少なく、出土品は限られるが、公園部において、円筒埴輪が採集されている。この円筒埴輪をもとに、かつては5世紀頃の築造と推定されていたが、近年の円筒埴輪の再検討によって、部域すなわち6世紀前半の築造に推定し直されている。この沿道埴輪は、土の分析によって新地遺跡で生産された埴輪と、 推定される。これは、今白塚古墳をはじめ、西山塚古墳、天皇山三号墳、母神久子塚古墳、神道古墳と同じ派には供給地になる。このことは、山和王権と被創者との親密な関係を示し、墳形の相違とは異なる様相になる。今白塚古墳六世紀前半の築像で、一説に、慶大天皇の新三捧ぎ。前方部前端が突出する。 県備主型。国土交通省国土画像情報をもとに作成。本古墳の被葬者は明らかでない。当時としては丹波地方で最大規模であることから、亀岡盆地のみならず、南丹波全域を支配した主張母と推定される。西丹波まで支配した広域主張母とする説もある。一説では、被葬者は日本初期、京大天皇即位前期に見える王族の、 山戸飛行に否定される。この山戸飛行とは、丹波国総原軍にいたという中愛天皇五世今後で、六世紀、初めに、武列天皇が皇子なく崩御した際、王党とともに、皇位継承候補者に挙げられていたが、皇位につくことはなかったという。この山戸飛行自体は、実在性の薄い中愛天皇の後裔であり、かつ名前も、山戸飛行という普通名詞であることから伝承性の、 強い人物とされる。しかしこの時期としては、近畿地方屈指の規模である、千歳車塚古墳の存在をもとに、そのモデルとなる、後位継承候補者が、桑田地域にいた可能性が指摘される。新州亀岡市では、千歳車塚古墳の様相をもとにして、大和飛行のモデル人物を噴霊に見られるように、大和王権の血統を受け継ぐ人物と見て、埴輪教。その他に、 首都車塚古墳をこの大和彦の墓に充てる根拠の一つとして、当地日本古墳の前後に同規模の古墳がないことから、被創者が一時的に外から来た人物の可能性が高いと指摘する説もある。以上とは別に、日本初期、忍徳天皇16年7月上では、宮人の桑田久賀美女が故郷の送電に帰る途中で死去し、今に久我姫の墓があると記されている。 千歳車塚古墳の年代からは大きく隔たるが、新州亀岡市では、この伝承目は他地域を代表する千歳車塚古墳に基づくものとみて、本古墳の本来の被葬者がわからなくなった後に、久我目の墓が本古墳に偽された可能性を指摘する。なお千歳車塚古墳の製方に、奇微という字があることから、地元では、かつて本古墳を、現明天皇陵とし、 キビナに坊がその神をしたとする伝承があった。ありがとうございます。